北、白川道久は、日本の旧皇族。北白川の宮永久王の第一番子。皇族時代の名前は、北白川の宮道久王。北白川の宮第五代当主。男系では、スコ天皇の十八世子孫。女系では、明治天皇の彦にあたる。1940年に、父宮永久王が、事故により皇居。三歳で、 北白川の三宅を継承。未成年のため終戦時の三宅の当主の中で、唯一の非軍人だった。第二次世界大戦後の1947年10月14日に、功績離脱し、以後は北、白川道久となる。1960年学習院、大学生経学部卒業後、東京芝浦電機に入社し、 東芝国際交流財団専務など歴任し2000年に定年退職。2001年4月、伊勢神宮の大宮寺に就任。2005年11月15日、のりのみや清子内親王の結婚式において、採取を務めている。2007年7月に退任。霞会館理事長のほか、学習院の同窓会である学習院大誘会理事、中等科高等科大誘会会長。 日本会議顧問を務めている。2011年6月4日付にて、神社本庁通りに就任した。2018年10月20日16時、急性肺炎のため死去。81歳遺没。男子がいないため、北、白川家は、男系としては断絶した。島津忠師匠の三女、慶子夫人との間に三人の女子があり、うち二人がなる人信王の、 お非候補であると、マスコミに報じられたことがある。北白川宮道久夫に関するカテゴリー、ありがとうございます。